はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は竜王の覚醒モンキー D ルフィ使っていこうかなと思います。今回のワンピース大特集祭の限定枠というわけで、ついにルフィ来ましたね。大特集祭で限定として登場するのは3年ぶりというわけでね、このレッドロックで久々に登場したんが激アツ。そんでこの勝利演出ドンと、これめちゃめちゃかっこいい帽子を深く被る感じ。もう目の前から軽い知り合い来たから、あ、ちょっと顔刺したくないなと思って深く被る感じ。性能を見ていくんですけども、赤属性の体力タイプと HP 21,524、攻撃2,360、回復1,552というわけで、 HP が高すぎる。これ、全キャラ合わしても最強の HP 誇っております。今まで最強やった炭治郎義勇さんの3だけ上取っているっていうね。これ 3D2Y とかかってんの？あの炭治郎義勇さんの HP はもう長らく更新されへんのかなと思ってたんですけども、早半年で更新されたというわけでね、びっくりなんですけども、まあ、攻撃力も結構高めですね。んで必殺、敵単体に 420% ダメージで、その相手の必殺ダメを数値の高いやつ1個吸収、次のターン終了時まで敵全体を1000ダメージの火傷にする。この技の火傷中ターンごとに火傷ダメージが21000ずつアップというわけで、必殺は、弾食わしておりません。まあ、吸収キャラはいるだけで、いいんで火力を求めないんですよ。だからまあ技レベル僕は上げる必要ないかなと思ってる。ガチ勢の人はね、まあ貫突キャラ愛とかの方は貫突持っていく人多いとは思うんですが、まあ単純に僕は弾がないんで無突、ただ無突でも強い。まあ420と火力はどうでもいいねんけど、やはり吸収、そして赤属性で初めて登場した吸収キャラクターなんですよ。これもなかなか貴重な存在なんですよね。で、この火傷が無凸状態でも最大数値入るっていう。最近ね、追加ダメージはレベル上げへんかったら貫突ならんっていうね、キャラ多いんですけども、まあこのルフィは無凸でも使いやすいっていう。これさすがですね。で、必殺技。ランダムでプチを1個必殺に変換、ランダムでプチを5個赤に変換、3ターン赤属性の攻撃 2% アップ、血統忖度 7%、 2ターン赤属アタプチの出現率大アップというわけで、この友情技はバカ強い。ぶっ壊れですね。2ターンバチアップ、これはイベントでも決定でもどこでも使える。2ターン赤プチ大アップしますから、盤面がもう赤に染まるっていうね、プチつなげやすいし、まあ感電竜巻パーティーでも使いやすいっていう優秀さはあります。そんで特性、ノーイターン3短縮、自身の攻撃 3% アップ、ターン開始時敵に青属性がいる時に受けるダメージ1500軽減、血統忖度5万、1から4ターン目までの間、自身の行動前に緑を5個青に変換、自身の必殺技が発動するターン、プチショット発動というわけで、このプチショットに関しては、レベルは8にしひんかったら最大数値入んないんですが、無凸で12000、レベルは8にしたら3万入ります。まあ、特性は技レベル2は上げた方がいいかなというキャラクターになってますね。プチショット3万ですから、まあ、使っていくんですけども、記念キャラの中で最強の、プチショットですね。まあ、今まで、最強のプチショットは、ベジットやったんですけども、あのキャラが、4万なんですよね。だから無双と1万しか違わんっていう。それなんですよね。なかなか、2万、3万ぐらい違うんじゃなくて、1万しか違わんっていう優秀さ、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけども、演出等々見ていこうかなと思います。ゴムゴムのレッドロックというわけで、カイドウをぶっ倒したシーンですね。
はい、というわけで、2万2000出ました。無凸2万2000出ました。体力タイプで、ほうなかなか出たね。こっからやけど入りますんで、まあイベントでは火力どぎついことになるんじゃないかなと思いますね。まあ貫突まで持ってったら2万9000とかはまあおそらく出るんじゃないかなとまあ思う。でプチショットもありますんで、まあ合計したらまあ7万とかそれぐらいまあ叩き出すんじゃないかなと思う。いや無凸で2万超えてんのはまあさすが限定キャラ、いくら体力タイプといえどまあなかなか攻撃力は高いんで、まあかなりダメージ出ますね。そんで特性でね、まあ呪いターン3短縮3っていうね短縮が2じゃなくて3、ここもまあなかなか強いところじゃないかなと思う。そんでもって次友情見ていこうかなと思います。イタチでコピーしていきまして、必殺変換プチ変換バフ、2ターンプチダイアップ。このバフはイタチのバフなんで関係ありません。こっから2ターンの間赤プチが振りやすくなっております。はい、見てください。もう盤面も振ってくるプチほとんどが赤っていう、まあこれが、ルフィの友情技。これねめちゃめちゃ使いやすいんですよね、ほんまに。まあ主に決闘で使う性能にはなるんですが、全然イベントでも使える。ただ、ターンが12ターンなんで、だから重いんですよね。貫突に持ってったらターン数短くなったかな。あ、めっちゃ振ってくる。さすがダイアップなんですけども、まあ、短なったかどうかはちょっと覚えていないんですが、まあ、とにかくターン数が重いんで、一桁ターンになればイベントで使う価値あるかなっていう感じではあるんですが、まあおそらくならないので、まあイベント向けな感じがしますね。ただ、ちょっと差し込んだら、なかなか面白い友情技してるんじゃないかなと思いますね。まあ今回のルフィの性能、まあ結構言われましたね。レッドロック。まああのカイドウをぶっ倒した、シーンの技なので、もっと強くしてほしかったと。まあいう意見がめちゃめちゃ多かったんですけども、その気持ちめっちゃわかる。僕もね、クソ火力キャラクター?まあそれこそサボを超える、火力キャラとかなんか登場すんのかなとか思ってたんですけども、まさかの吸収とは思わなかった。ただ、逆に言うと、火力キャラクターって、インフレの波に飲まれるんですよ。これ 100%。今現在、サボ、強いです。はい。ただ、一昔前まで何が強いと言われてましたか?逆襲なんですよ。その逆襲、今現在使っている人いますか?これ、皆無なんですよね。なので、いずれサボも使えなくなります。これは確定で。ただしかし吸収キャラクターはいつまで経っても使える、長きにわたって使えるんで、だからこのルフィレッドロックまあ取ったもののもう使えへんやんみたいな、状況はまあないと思うんで、結構結果的にはこっちの性能で僕は良かったんちゃうかなとは思うな。